発展していくマーちゃん冒険記、パート6です。前回、亡霊とハグレイブンという、有害コンビのおかげで、実りある冒険ができました。今回は、もろもろのお宝を質入れして、ブラックソーンに継ぎ込むとしましょう。では、何を作るか悩んでいる間に、目星いお宝の、換金具合をチェック。1時間以上の遠征で、たったの1500。と思いましたが、宝石とか巻物とか、細かいものは含めていませんので。実際には、もう1000ゴールドほどは、儲かっているかと思います。結局、6000ゴールド以上のお金、鉱山のオーペンに使うようです。当然、人件費は別ですが、相場からして、500ゴールドで雇えそうなので、まだ大丈夫。鉱山は、雑貨屋の裏手に出現します。内装及び、炭鉱夫の雇用は、屋外の作業台で。ひとまず、内装は後回しで、奴隷を召し抱えることにしましょう。お、早速働いていますね。感心感心。収入箱の中身は、いいぞこれ。これはすごい、3000ゴールドが、すでに突っ込まれておるではないか。単純に計算すると、1日あたり、160ゴールドの儲け。こんなに稼いでくれるなら、内装をこしらえることも、やぶさかでない。3000の元手があれば、資材は簡単に買えるでしょう。と、思っていたら、なぜか町に壁ができました。合計2000ゴールドでしたが、これで暗がりの帰宅も安心。壁ができたことで、町の中での方向感覚も、少しははっきりします。そんなことをしていたら、鉱山の内装の準備金が、ないそうです。余計なこと言うと口を縫い合わすぞ。お金を稼ぎに、マータホワイトラン近郊では、マンネリもいいところ。地元周りで、金策してみましょうかね。ついでに散策も。ブラックソーン周り、思いのほか、目星い物件はありません。アバンチンゼルは、一般市民食肉加工工場なので、無視。もう少し東に進むと、多くの要塞、ラーガシュブールへと続きますが、どういうわけか、人っ子一人いません。鍵もかかっていますし、巨人の襲撃を恐れて、夜逃げした可能性が、ギョレゾン。このままだと手ぶらで帰っちゃうやばいやばい、何かあってくれメンス。そんな中、ダークライトタワーナルトを発見。見るからに、一般市民が、歓迎される雰囲気ではありませんが。どなたかいらっしゃいますね。オスを邪魔します。ああ、もう、見た目が悪いのは分かってるわ。これには訳が。はい、こちらは、邪悪な儀式をして、ハグレイブンになろうとする母親と、生贄なんて、生贄、という娘さんの、対立に巻き込まれるお話です。前回のメルカよろしく、イリアさんと共に、横島魔術師集団を、滅ぼすのが目的となります。今更なのですが、私このクエスト、初めてです。随分長いこと、スカイリムをやっているというのに、まだ知らないことがあるとは。あと、大変です、クロスボウ、忘れてきました。イリアさんは、見るからに魔術師で、お強そうではありますが、片手に握りしめている、貧弱なダガーが、非常に心配です。とりあえず、行けるところまで、行ってはみますが、最悪、一旦帰らねばならないことも、気に留めておきませんとね。ふむ、霊気魔法が主体で、フレッシュ魔法もできると。しかし、瞬間火力には欠けるようで、複数に群がられると、さすがにまずいですよ。それでも、お宝のチェックに余念がないマーちゃんであったとさ。常日頃、ただの宝箱を、そこはかとなく小馬鹿にしているのですが、今回ばかりは、評価せざるを得ない。なかなかうま味の箱もあるようで、今後も目ざとくパカパカしていきます。と、ここに来て、ついに引き返す決意をしたようです。イリアさんの内地には見たくない、というだけでなく、数少ない、弓スキルの稼ぎ時であると、判断したためですね。そうは言っても、
ボルトは6本。あくまで攻撃用ではなく、激光毒での、撹乱がメインです。激光毒は、4本くらいしかありませんし、これだけあれば余裕でしょう。早速、激光の毒、中学生を塗り塗り。フロストバイトスパイダーと、魔術師のコンビが相手で、イリアさんの火力では、やや不足すると思われます。中型のスパイダーは、案外タフですからね、安全は毒で買う、それが一般市民スタイル。魔術師かっこ物理の、不毛な殴り合いが終われば、しばしの安息が訪れます。見えているビンタマシーンのそばに、ポーション中と、換金用お薬。そして嬉しいことに、石鹸の在庫を発見。近頃、石鹸の在庫がなくて、なかなか綺麗にできていませんでしたから。後でじっくり、体を洗うとしましょう。さて、中盤戦からは、ハグレイ軍が、ちょろちょろ出てきます。その強さについては、前回のメルカと同格。エクスプロージョンに巻き込まれたら、一般人は爆死しますので、ご注意ください。敵の布陣は、ネズミに雲と、数が多いです。イリアさんの体力が、持たないかもしれない。こういう時は、現地調達のポジで、ハグの体力を削るがよろし。総計で、20の追加ダメージ。私がとどめを刺さなければ、何も問題はありません。体力がほとんど削れていない、はっきり弱ポジなんだね。この分だと、ボルト6本でやってきた、クソ雑魚一般市民を、恨む結果になります。なんとかして、鉄壁のハグを打破する方法は、今の私に何ができるのか。あ、そうだ。クロスボウによる、バッシュ攻撃。ひるみはめを入れることで、ハイパーエリアタイムを、継続させられます。行くぞこら、バカ野郎。はい、番組の途中ですが、臨時ニュースをお伝えします。どの武器を使おうと、バッシュは防御スキルです。この20分後、防御スキルが上がったことで、発覚しました。やっちまったぜ。やり直しついでに、予備のボルトを買ってまいりました。仕入れた数は、1バリマンド。これで、ハグの体力を、がっつり削れる。ああ、早くボルトまみれになろうや。10本ほどで、ハグ一体を、追い詰めるに至りましたが、最後の最後で、治癒魔法で粘られまくリング、癒し癒しはやめなされ。かといって、あまり攻撃しすぎても、私のキルカウントになっては、もともこもやり直す気もお金もボルトもない。回収できたのは、一本だけ。控えめに言って、処理できるハグは、あと一体が限界ですね。そして、最後の最後で、鍵付きの扉にぶち当たりまして、鍵はハグレイブンが持っているから、一人で頑張ってこいと。か弱い一般市民に、とんでもない無茶ぶりを強いる、ドSお姉さん。どうあがいても絶望ですので、ここは恒例の、なすりつけ戦法です。すいません、許してください。何でもしますから。さすがイリアさん、ギリギリのところで助けてくれる。しかし、ただのハグはおまけに過ぎません。本命はハグレイブン、体に穴を増やして差し上げろ。ところでイリアさん、実は炎の精霊を呼べるらしく。くっそタフへ落ち武者ババアを、あっさり貫通することができます。もちろんです。プロですから。どうして最初から呼んでくれなかったのか。これがわからない。ああ、私もああいうパートナーがいれば、戦闘が楽になるというのに。召喚した精霊も、縛りに抵触します。残念。さあ、鍵を取れば、イリアママと対決です。カッチャマの言う通り、邪悪な儀式、一緒にやりましょうや。と、イリアが一芝居打って、ママンの背中を狙ってくれます。足手まといの一般市民は、おとり役が適任だって、それ一番言われてるから。はい、じゃあ、あとはよろしく。なお、ミディアムレアになるくらいは、火炙りにされますので。暑がりのドバキンは、芝居なんてせず、ババアの頭をかき割って、どうぞ。イリアさん単独で、十分倒せるほどの、クソザコババくじですからね。これにて、サブクエ、公開は終了。報酬は、フォースボーンテイストの杖に。
ボスチェスト一つ、うまじ。中身のほどは、40点くらい。魔法をババのシェアハウスだっただけに、中身は魔術師風味。軽くて高価な換金アイテム多め、これにはまーちゃんもにっこり。だが貴様らに用はねえ、そのまましまわれてろ。そして、プライスレスな報酬はこちら。じっと座ってこのことばかり考えているよりいいかもね。それに、珍しくいいこともできるしね。もちろん一緒に行くわ。では、嬉し恥ずかし、お宝売却タイム。はい、ローブなどを売り出す前に、ウィンストンさんが力尽きてしまいました。ひとまず、現時点の手持ちを合わせて、街の発展を再開させましょう。インフラに使い込んだ分は、随分取り戻せましたが、流れで連れてきてしまったイリアさん、住む場所がありません。1200G で、駐車用の家が建つそうなので、そちらに引っ越していただきましょうかね。駐車用宿舎は、鉱山手前に生えてきます。こんなところに連れてきて、家具も何もないんじゃ、イリアさんがかわいそうですし。今ある資金で、できる限りの内装を、こしらえてみましょう。まず、内装に必要な材料は、ご覧の通り。自力で集めていると、ヤギさんがかわいそうになるので、人の手を汚します。雑貨屋でまとめ買いできる資材価格は、こちら。ここから、最低限のまとめ買いをすると、1356。を含めると、1626。余る材料は、他で使うとして、案外を安く済んだ印象です。これなら、鉱山奴隷も、労働者にクラスチェンジできるかもしれない。そんなこんなで、内装、工事完了です。イリアさんの住所、変更手続きを済ませまして。早速、一般市民がやったとは思えない、インテリアの数々を、見ていきましょう。1階部分は、こじんまりとした、最低限のキッチン。みんなで集まって食事を、というわけでもなさそうです。地下がメインフロアで、ベッドからタンス、シャワールームまで、家の機能の、大半を集約。残念ながら、家賃収入はありませんが。これで私も、雑貨や夫婦と、ベッドの奪い合いをしなくて、済むってもんです。あ、日曜大工で泥だらけになったので、ちょいと吸いでいきましょう。大きな声では言えませんが、もう4日ほど、お風呂に入っていませんでした。だって石鹸が見つからないんですもの、多少の粗相はごめん遊ばせ。ちなみに、内装の建築は、一つにつき、1、2時間かかります。全部まとめて作ったこともあり、2、3日は、過ぎてしまっているようです。ふう、これで全身きれいになりました。体をきれいにしてくれる、シャワー魔法とか、そういう研究はされていないんでしょうか。余震があったとしても、私には使えませんけどね。ついでに、鉱山も整えてみましたが、ビールビール、大冷えテッカーと、リアルで聞こえてきそうな、カウンターが一つ。そして、おっさんたちの、汗の匂いが染みついた、獣ベッドが6つ。補足ですが、鉱山には、全種類の鉱脈が用意されています。でも、鉱石を買ってくれる人はいないので、奴らに掘らせていれば十分。なお、奴隷の環境が改善されても、上納金が増えるようなことは、ないみたいです。もっと頑張って、どうぞ。さて、ブラックソーンの建築ですが、まだ半分も終わっていません。他に、警備員の家とか、作るべきものは、まだまだありまして。多分、さらに4万ゴールドほど、稼がねばなりません。現在、出血多量の出費を重ねまして、2000ゴールド弱。もうそろそろ、一般市民でも攻略できる、ダンジョンも少なくなってきました。30分で、5万。くらい稼げる場所を、本気で探さなきゃ。余談ですが、どうにかプローラーの利益を、取れないかと考えてみましたが、派閥系の石が、無理ゲーってレベルじゃねえぞでした。バグで石を増やすと、ドバキンっぽくなってしまうので、それは自粛。新天地を求めて、ソルスセイムに出稼ぎに行ってみても、いいかもしれませんね。
やりたいことはいっぱいあるけど、やれることはあんまりない。一般市民の冒険は、まだまだ続きます。では、今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。今日の出来事。母親を燃やしたお姉さんが、うちに引っ越してきた、頼もしいなり。シャワーができたのが、実は一番嬉しい。でもイリアさんは、あまり好きじゃないみたい。貯金が減って大変だけど、明日も頑張るぞー。